ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はマレーシア航空17便撃墜事件を紹介していくぜ。飛行機の墜落事故はうちではよく取り扱ってるけど、そうじゃなくて撃墜事件ってどういうこと？そのままの意味だ。今回登場するマレーシア航空の定期旅客便は故障やヒューマンエラーなどが原因で自滅して墜落したんじゃない。ミサイルによって撃ち落とされたんだよ。ええ、そんなことある？一体どうして民間機がミサイルに撃ち落とされるようなことになるのよ。さあ、どうしてだと思う？戦時中でもない限りそんな事件ってそうそうなさそうだしな。軍事演習していたとか、領空侵犯してきたよその国の偵察機と見間違えたとか、そういうことかな。残念ながらどれも外れだな。そもそも今回の事件は戦時中に起きている。戦時中っていうと、現在のウクライナ侵攻の発端になったともされている、ウクライナ南東部に拠点を置いている親ロシア派の反政府勢力と、ウクライナ政府軍との激突だな。ウクライナ国内に、新ロシア派の反政府勢力、もっと正確に言うと、彼らはただ新ロシア派というだけでなく、ウクライナからの分離独立を要望する勢力なんだが、要するに、今回の撃墜事件は、そんな戦時中のウクライナ東部上空で起きたものだったんだ。あちゃあ、なるほど。つまり、そのウクライナ国内の争いに巻き込まれちゃったってことか。ということは、結構最近の事件だよね。そうだな、このミサイルによる撃墜事件があったのは2014年だ。しかも、この事件をめぐっては、ロシア政府がその裏に関与していた可能性が極めて高いと言われている。つまり、単純なウクライナ内部のごたごたにとどまらないってことだね。どころか、ミサイル攻撃それ自体がロシアの指示で行われた可能性まで疑われているんだ。ええ。っていうか、まあたロシアかい。そろそろいい加減にしときなさいよマジで。ただ、この一件へのロシアの関与については、状況的にはどこからどう見ても黒なんだが、ロシア政府が公的見解として関与を認めておらず、調査についても決定的な情報がない、として打ち切られ、真相は闇に消えてしまっているんだよな。うっわぁ、怪しい。絶対何かしらの圧力がかかってるよ、それ。さて、どうしてこのような事件が起きてしまったのか、なぜロシア政府が攻撃させた、という疑惑が立ったのか。それを説明するためには、やはり当時の世情を簡単にでも理解しておいてもらう必要がある。背景事情よりも事件そのものの詳細が早く知りたいって方は、各自で動画をスキップしてね。さて、まずはこの事件の背景にあった、ウクライナ東部での戦争の経緯について、軽く紹介していくことにしよう。ウクライナ軍と新ロシア派、正確にはウクライナ東部分離派、が争っていたという話だったね。昨今のウクライナ侵攻のニュースでもよく報道されていることだが、実はウクライナの中にも新ロシア派ってのは一定数いるんだ。というか、ウクライナが分離独立した時点で、東部にはソ連から流れ込んできたロシア系の住民が一定数いたんだよな。他にも、結局ソ連構成国時代の方が、抑圧はあったかもしれないが、まだいくらか裕福ではあった、と考えている人がいたりとか。そうだったんだ。ソ連崩壊の地の国って、どこもかしこも大抵は経済的に大ピンチだからな。なので、実は結構以前からウクライナ国内でもその両派は対立していて、大規模なデモや小競り合いが起きたりしていたんだよ。2022年の軍事侵攻で突然ロシアとウクライナの戦争が始まったって思われがちだけど、本当はもっとずっと前から火花バチバチだったってことだね。で、ウクライナ国内の新ロシア派、分離派勢力が大きくなればなるほど、ウクライナを手中に収めたいロシア本国としては有利だろう。何せウクライナは、その高地面積の広さから、欧州のパンカゴ、と呼ばれることもある小麦大国だ。へえ、そうなの。青と黄色のツートンカラーの国旗も、青い空と小麦畑の対比を表しているって話だしな。あ、確かにウクライナの国旗って、青が上で黄色が下だよね。覚えやすくていいよな。もちろん、国境沿いの周辺国をひなとを加盟国で固めたいだとか、ウクライナの首都キーウがキエフ公国の源流を受け継いでいるだとか、そういう都合もあるが。あとは、NATO への牽制とかもそうかな。ともかく、ロシアとしてはウクライナを取り込んでしまいたい理由は山ほどある。で、新ロシア派がウクライナ国内で優勢になってくれれば万々歳、そうでなくても国内の争いでウクライナが疲弊してくれれば御の字ってわけだ。
だから、反政府勢力にミサイルを提供したりして、ウクライナ軍を疲弊させようとしてるってわけか。まあ、あくまで今回の撃墜事件をめぐっては、ロシア政府がミサイル撃墜を指示した可能性が極めて高い、というにとどまっているが、ともかく、そんなウクライナ国内の反政府勢力と正規軍が、いよいよ大きく激突することになったのが2014年のドンバス戦争、だな。2014年って言うと確か、クリミア併合もあった年じゃない。お、そっちはちゃんと知ってたか。ウクライナで親ロ政権が倒され、欧米寄りの新政権ができたことに反撃する形で、ウクライナ南部のクリミア半島を一方的に併合した出来事だな。本当にここ10年、ウクライナは激動の時期を経験し続けているんだね。そもそもの発端は2014年2月、ウクライナの首都キーウで起きたデモ活動だ。これは、当時の新ロシア派のウクライナ大統領であったビクトル・ヤヌコーヴィチ氏が、EU との協定への署名を突如として中止したことに対して起きたデモだった。要するに、ウクライナがヨーロッパ側につくのか、ロシア側につくのかの決定を迫られて、後者を選択したということだ。これは国内の新ロシア派にとっては喜ばしいニュースだっただろうが、そうではない大勢の国民からしてみれば、なんてことしてるんだって話になるよね。そういうこと。その結果、ウクライナの首都キーウで大規模なデモに発展し、そのあまりの勢いにヤヌコーヴィチ大統領は国を追われてロシアに追放されたんだぜ。しかし、そうすると今度は新ロシア派が黙っちゃいないよな。うわぁ、文字通り国が真っ二つだ。2014年3月には、今度は反政府、分離主義勢力がウクライナ南東部で抗議活動を起こした。この抗議活動は次第に激化していき、やがて彼らはウクライナ南東部の自治独立を掲げて、ウクライナ政府軍との武力衝突にまで発展したんだ。ロシア本国も、その後に新欧米派の暫定政権が発足したこと、一部のクリミア住民がそれに抗議したことなどを受けて、先ほど言ったようにクリミア半島を併合してしまった。あちゃあ、こうなるともう取り返しはつかないよ。一応、同年中に停戦協定が結ばれたりはしているんだが、これはほとんど形だけで、実際は調印後も協定違反の武力衝突が何度も起きていたりする。で、それがずるずると続いた結果、ロシアがとうとう分離勢力グループの主張する独立国家を認めた上で、2022年に軍事侵攻してきたってわけだ。今のウクライナ侵攻ってそういう経緯があったんだね。で、その争いの最中に今回の事件が起きたってことだったけど。ああ、この墜落事件は、この戦争で反政府勢力が支配下としていた地域で起きたものだ。2014年7月7日、マレーシア航空の定期旅客便がこの上空を飛行中に撃墜され、乗員15名と乗客283名、合計298名が全員死亡するという事態になった。やっぱり飛行機の事故や事件ってえぐい数の被害者出るよね。この便は、オランダの首都アムステルダムから、マレーシアの首都であるクアラルンプールに向かう予定だったんだ。その航空中、ウクライナとロシアの国境付近で突如として消息を絶ち、その後に残骸がドネツク州グラボベ村の近郊で発見された。当初は、分離主義勢力のリーダーの発表で、ウクライナ軍の輸送機が撃墜された、ということになっていたんだが、実際に調べてみたら、オランダの民間の旅客機だったことが分かったのね。うむ、そして搭乗客の多くはオランダ人をはじめとするヨーロッパの人々だった。うわぁ、それはまた揉めそうだ。それにしても、戦争では基本的に民間人への攻撃はご法度のはずだけど。なので、分離主義勢力はすぐさま発表を撤回した上で、この事件には関与していないとの声明を新たに発表した。まあそりゃ建前でもそう言っておかないと、ヨーロッパ中の反感を買いそうだもんね。ただ、撃墜事件の起きた場所が場所なんだよな。ウクライナ政府軍と交戦真っ最中の分離主義勢力の拠点、その上空でのミサイル撃墜だ。あんたらじゃないなら、他に誰が撃ち落としたって言うんだ、って話になってくるよね。なので、特に犠牲者の多かったオランダがまず率先して調査委員会を作って、国際捜査チームを主導して事故の調査に乗り出したんだ。そして、事件から約1年後に、調査委員会は東部ウクライナの新ロシア分離主義勢力の支配地域から、地対空ミサイルが発射され、旅客機を撃墜した、という結論を出した。もうこの時点で 99% 黒だよね。しかも、調査の結論はこれだけにとどまらなかった。というと、国際捜査チームによれば、この地対空ミサイルはもともとロシアの軍の一部隊が保有していたものだった。それがどうして、ウクライナ東部にあるのか。
そりゃあ、ウクライナ東部の分立独立派を支援するためでしょ。だが、このミサイルは撃墜事件が起きたまさにその日に、ロシアから輸送されてきたものだったんだ。しかも、撃墜が起きたその後に、ロシアへと返却されている。それどころか、プーチン大統領がこのミサイルの使用を承認したと乏しき強力な証拠、まで見つかったんだぜ。うわ、それって、形としては、ロシア軍のミサイルが NATO 加盟国の乗客が多く乗り合わせた民間の旅客機を撃ち落とした、ということになるな。それどころか、この日にもともとピンポイントでミサイルによる撃墜の予定があって、だからスムーズな貸し出しと発射が行われたようにも見えるんですけど、しかも、いつ上空を通過するかわからない戦闘機なんかと違って、民間の旅客機って基本的にスケジュール通りに運航しているよね。なんか色々と勘ぐっちゃうな。まあ、そこまで言ってしまうとちょっと憶測が過ぎるけどな。意図的に民間機を狙った可能性もゼロではないかもしれないが、基本的には敵軍の機体と見間違えた、ということにしておくべきだろう。あれ、でもさ、ちょっと待って。お、どうした？いや、一つ疑問が浮かんだんだけどさ、ウクライナ東部でドネツク戦争が起きているってのは、当然どこの国も知っていることなんだよね。なのにわざわざ、マレーシア航空はその戦争地域の上空に旅客機を飛ばしていたの。お、良い着眼点だな。実は、マレーシア航空の旅客機に限った話じゃないんだが、そもそもこの時期に、ヨーロッパとアジアを結ぶ便の多くはウクライナ上空を飛んでいたんだ。なんでそんな危ないことを。はっきり言って、燃料と飛行時間の節約のためだな。最短ルートであるウクライナ通過ルートを迂回するとなると、それだけスケジュールにもズレが生じるし、燃料も多く消費してしまうだろう。だからって、乗せている乗客やスタッフの命には変えられないでしょ。それだけじゃない。ウクライナ政府も高度1万メートル以上であれば領空通過して構わない、と許可を出していたんだ。それ以上の高度を飛んでいてくれれば、巻き込まれるリスクは極めて低いよ、ということだな。ああ、なるほど。さすがに戦争している国の政府からそういうお達しが出たら、そっちを選ばないわけにはいかないね。ちなみにウクライナ政府がこの許可を出した理由としては、航空会社から支払われる領空通過料が馬鹿にならなかった、というメリットがあったというのが大きいとされている。でもそれってさ、結局ウクライナ政府軍の許可であって。まあ、反政府勢力としては知ったこっちゃない、というのはあるな。それに、民間機を敵軍の戦闘機と判断して、誤って攻撃してしまう可能性だって避けられない。結局は、リスク回避よりも利益を取ったという点で、航空会社の責任がゼロであるとは言えないってことだ。さて、ここからはこの、マレーシア航空17便撃墜事件、のその後の顛末について語っていこうと思う。冒頭のお話だと、ロシアは公的な関与を認めていないって話だったけど、なんかいつもそういうやり方じゃない。まあロシアに限った話ではないが、誠実とは言えない態度だよな。改めて説明しておくと、国際調査チームはロシア軍のミサイルをウクライナで使用することについて、プーチン大統領がそれを承認したことを裏付ける確度の高い証拠を発見している。確度の高い証拠って、具体的にはどんなものなの？詳しくはわからないが、ウクライナの反政府勢力とロシアの情報機関の通話データみたいだな。おぉ、思ったよりがっつりとした証拠だった。だが、プーチン大統領はこの一件に関してノーコメントを貫いており、ロシア政府も関与を否定している。結局、ロシア側の捜査協力を得られなかったために、関与不明で捜査が終了してしまっているんだぜ。それってつまりさ、偉い人が知らぬ存ぜぬの態度を貫き通せば踏み倒せるってことじゃん。どうにかならないの？どうしようもないな。特に、ロシア国内にプーチン大統領に意見できる人物がいない時点でお察しだ。うぐぐ？ただ、ウクライナやオランダは、今回の一件に関するロシアの責任について、徹底的に追及する姿勢を見せている。今回のウクライナ侵攻の結果かによっては、将来的に改めてこの一件の責任を追及するチャンスは見えてくるかもしれないな。なるほどね。また、ロシア軍の関与はともかくとして、直接の責任はミサイルをぶっ放したウクライナの反政府勢力にある。ああ、そりゃごもっともだわ。オランダの裁判所は、今回の事件に関与した4人の重要人物に対して殺人罪での起訴を行い、そのうち3人に終身刑の判決を言い渡した。重要人物って言うと、元ロシアの諜報員だったり、分離派の指導者や幹部だったりだな。
何せ、ロシア政府と通じていた音声データがあるわけだから、その話し手を特定することはそれほど難しくはない。なるほどね。ただ、被告はいずれもロシア国内にいる上に、ロシア政府が彼らの身柄を引き渡す予定はなさそうだ。ほんと、つくづくロシアって。とはいえ、この死刑判決が被害者遺族らにとっての一つの決着であることに変わりはない。事件そのものがウクライナ侵攻の延長線上にある以上、結末を迎えるのはもう少し先になりそうだが。ともあれ、マレーシア航空17便撃墜事件の紹介はこんなところだ。みんなは今回の事件についてどう思った？よければコメント欄に意見や感想を書き込んでいってね。動画へのリクエスト、気づいたことや指摘なんかもいただければ、今後の参考にさせていただきます。チャンネル登録、高評価もお願いします。また、チャンネルへのメンバーシップ登録も検討してもらえると嬉しいぜ。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。